今日も埼玉トップットさんにお伺いをしておりまして、たまたま車の方が入っておりましたので見せていただきました。でこちらの方は前回紹介した 2.5 リッターのガソリンなんですけれども、さらに現実的なオプションがほとんどついていないモデル、おそらく多くの方が購入されるモデルということで、参考までにご紹介をしていきたいと思います。でまず運転席の方なんですけれども、乗り込んでいきたいと思います。でこちらの方なんですけれども、まあ、見ていただいても 2.5 リッターのオプション車両ともちろん見たくれはほとんど変わらないと言ってもいいかと思います。もうこれでも十分すぎるぐらいのモデルということで、まあ、実際購入する前はオプションついてた方がいいかなと思ったりする部分もあるんですけれど、実際にオプションのない車を見てみるともう全然これでもう十分かなと。なので、まあ、オプションつけるかつけないか悩む時っておそらく買う時かなと思うんですけれども、特にオプション車両オプションをつけなくて価格が非常に安く収まるということの方がむしろ大きいかなっていう気が私の中ではしたりするんですけれども、まあ、これでもう十分すぎる、まあ、540万円というまあベースのモデルですね、まあ、全然十分かなということを感じました。でディスプレイオーディオもこちらの方はオプションをつけたからといって特に大きく変わるところではないということもありますし、しっかりとベンチレーションもついております。でベンチレーションつけたんですけれども、ビニールがついてたので特にベンチレーションの効き応えというのがどうなのかというのはもちろんわからないといった状況ではあります。であとはガソリンであってもシフトレバーはしっかりとしたもの、これランクルとおそらく同じものかと思うんですけれども、特に安っぽさっていうのもないですし、カップホルダーも当然ついておりますし、それからエコモード、それからスタビリティコントロールであるとかブレーキのホールドオンオフの解除で、メーター周りも LED のメーターがついておりますし、見たくれとしては特に悪いなという印象というのは全く受けない仕様のものとなっているということで、もうこれで十分かなっていうのが、まあ、正直私の中でもすごく感じるところかなと思います。いろいろとモードを今見てるんですけれども、まあ、今回はこの車来たばっかりということで、まあ、特に試乗というのはもちろんできない状況だったので、まあ、こちらはまた試乗させていただく機会を得た時にじっくりと説明していければな、解説していければなと思うんですけれども、あとはソフトパッドどの辺まで貼られてるのかなというところで確認をしたんですけれども、でちょうど奥のところはハードプラなんですけど、その手前のところまではしっかりとハードしっかりとソフトパッドも使われておりましたし、また、まあ、バイザー周りですね、まあ、照明は、まあ、ボクシーの同様なんですけども当然ついておりますし、でこちらの車検証入れのところに関してはハードプラとなっておりますが、あとはトリム周り当然ソフトパッドを使っております。また助手席に関しては電動式になっております、まあ、この辺もすごく使いやすいところです。あとはコンソール、まあ、こちらも特に前回の仕様の車と大きく変わるところというのはないんですけれども、十分な大きさを保っているということになります。まあ、クールボックスがついているとなおいいなっていう感じがするんですけどね。あとリアに関してなんですが、後ほど回ってみたいと思います。リアがかなりオプションありなしでの変更点というのが、まあ、かなり多かった、はい、オプションのステップがこちらにもついております。あとは後ろ乗り込みまして、前回も同じようにご紹介をさせていただいたんですけれども、この運転席の下回りのところには、まあ、小物入れ、まあ、何を入れるのかちょっとわからないところはあるんですけど、まあ、このように細かなものを入れたりするということはで、センターコンソールの裏側に関しては AC100V という100ワットですねがついております。で下を見ていただくと、まあ、ここにも収納ボックスがあるといった状況です。あと吹き出し口も当然ついているので、こういった暑い時なんかですとエアコンもしっかりと快適に効いてくれました。で照明周りなんですけれども、まあ、前回と違うところは何かと言いますと、まあ、ムーンルーフがこの車にはついておりませんので、少し寂しくなるというか、
まあ、13万円ぐらいのオプションがあるんですけれども、まあ、これをつけるかつけないかっていうところで悩まれている方もいらっしゃると思うんですが、正直言って、まあ、毎日乗るんであれば特になくてもいいのかなという気が僕の中ではしました。でムーンルーフをつけたからといってサンルーフになるわけではないし、ガラスが開くわけじゃないんで開放感はもちろんあっていいかとは思うんですけれど、毎日乗るっていうことを考えた時に、まあ、すぐ飽きちゃうかなっていうのが正直なところかなと思いました。あとこちらはシートヒーターとシートベンチレーション、またオートもついているということで、非常にこういうこの 2.5 リッターの Z グレードでももう十分すぎるような内容のシートとなっております。トリム周りは下回りはハードプラが全体的に使われているんですけれども、特に安っぽさという意味はそんなに感じなかったかなと思います。非常に暑い状態で車を見せていただいているので、エアコン全開の状態で見させていただいているんですけども、まあ、ドアを閉めさせていただいて、でもう一つはこれ、このロールサンシェードが手動になっております。これもムーンルーフのオプションとセットオプションになってたはずなんですけれども、これはムーンルーフがついてないので手動なんですが、この開け閉めが最初慣れないうちは結構手こずるかなという感じがします。まあ、今はちょっと手こずっていて、どうやって開け閉めをするのかっていうのがちょっとよくわからないような状態だったんですけれども、あそこの 今押したんですけど、あそこを押すことによって上に上がっていって、で押してる状態で下に下げると、まあ、そのままスッと下がってくれるような、そういった機構になっております。あとはフックもしっかりとついておりまして、でここのライニングのところの手すりも大きいものになっております。はい、まあ、後ろも広くなっておりまして、先代のアルファードと同様でリアシートもスライドできるというところですね。そこがやはりノアボクシーと比べて差別化されているところかなという感じです。で後ろ回りなんですが、まあ、かなりこうシャープな感じになります。あとはこのノアボクシー、私のもついてるんですけれども、ここにギアハッチの開閉のスイッチがついております。この間もご紹介したんですけれども、ギアシート3列目もノアボクシーと同様で非常に上げやすくなっております。ボリューム自体はすごく大きいものになっているはずなんですけれども、しっかりとカメラを持ちながら片手で持ち上げられるようになっております。ただフックをつけるタイプにこちらのアルファードの方はなっておりますので、ちょっと片手だと固定するのがちょっと大変なところがあるかなと思います。まあ、このような形である程度紐の長さが決まっているようなサッとできます。でアルファードの売りとしては下のクリアランスラゲッジですね、そこが非常に大きなスペースを持っているということで、このシート一番後ろに下げてるんですけれども、置けない場合はこの床下に収納ができるというところが非常に特徴的なところかと思います。で今度は左から締めていこうと思うんですけど、ノアボクシーも同様で左右この開閉スイッチというものはしっかりとついているということになりますので、まあ、途中で止めることももちろんできるようにもなっております。最後に前列の助手席見てなかったので見ていきたいと思うんですけれども、今回のアルファードはオットマンが廃止されたということで、まあ、この辺簡素化されたということで残念な声も聞こえるといった状況となっております。